ワハン人は、アフガニスタン北東部と、タジキスタン南東部のバダフシャン地方のワハーンの民族である。タジキスタン、中国新疆ウイグル自治区、パキスタンのワハーンの近隣地域やパキスタンのチトラル、地区やゴジャルにもいる。ワハーン人、ワヒ人、ワヒ人、ヒク人、ワハニ、ワハーニー、ワハーニー、ワヒ、ワヒー、ヒクとも呼ぶ。ワハニ、ワハーニー、ワハーニー、 ワヒ、ワヒ比は、ワハーンが由来である。また、パキスタンのゴジャルではゴジャル人、グジャリとも呼ぶ。グジャリとは、ゴジャルの人という意味である。ワハン人は、ワハン語を話す。ワハン人はアフガニスタンでは、公的には、パミール人と呼ばれ、中国では、公的には、タジク人とみなしている。タジキスタンでも、公的には、タジク人とされているが、ワハン人自身は、 パミール人と考えていて、パキスタンでは、ワハン人自身は、パミール人でゴジャル人と考えている。宗教は、イスラム教シーアハイスマーイール派ニザール派と、民族宗教である。ワハン人は主に、クと馬の群れに依存した、遊牧生活を送っている。夏の住居と冬の住居というように二つの住居を持っている者もいて、家は、石と芝で建てる。うっすら雪が積もる。 和藩回廊で焚き木を集めている和藩人男性。ありがとうございます。